はーい。おはよう。おはよう。うん。もうすぎひらめです。やってくよ、今日も夏休み。はい、行きまーす。13日ですね、今日は。ほんと ?13 日あ、13日だ。うん、自分で言ってて、疑心暗鬼になってしまう。いやー。もう13日もう13日マジで？やば。今日は左利きの日、函館夜景の日とか、かな？左利きの日。すごいね。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。あー、左利きの提唱者の誕生日なんだって。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごいな。よいしょ。じゃあ行こう。なんかあったっけ。魚釣らなきゃいけなかった気がするんだけどな。魚釣れないんだよな、私。魚釣り虫でいいか。魚釣りだってマコガレイと、なんだっけ、なんかちっちゃいやつしか釣れたことないもんな。じゃあ、まず水やりだけは忘れずに。よいしょ。普段やることだとね、私大体ね、忘れるんだけど、個人的にやることだと、ゲーム内のこういう毎日やってねっていうのとは基本的にできるよね。よしよしよし。よいしょ。ここの世界、魚の専門家っていないからさ、どこで取ればいいのかとかわかんないから。まあ、いいやって感じ、魚は。なんか黒いの。これ何虫か？これ何虫かな？船虫だった。船虫ってか、虫全般キモいなって思いながら捕まえてるんだよね、今。そうなんだ、全面的にドンって出さないでほしい、虫。全面に虫ドンって出さないでほしいわ、今。キモってなる。虫第一印象、キモツシにしかならないから。新しい虫いないね。でもなんかコレクション要素みたいなやつだと集めたくなるよね。どうもりとかさ。あれみたいにね。集めたくなっちゃうわけですよ。直接触んなくていいっていうのがあるからね。ゲームだから。虫、本当にダメなんだ。虫ってか動物もダメだからな。基本的に人間以外の生命体に触れないっていうのが大前提で生きてきてるから。よいしょ。なんでなんだろうね。相当前に聞いた話では生まれつき嫌いらしい。生まれつき嫌いらしいですね、私。あ、いる。よし。多分、そもそもは触れ合う環境になかったからとかが大きそうですけどね。
親がアレルギーとかだと、まあ、動物の毛アレルギーみたいなやつとか、なんかいろいろあった気がするから、それの関係で、なんか全然な気がする。やっ。そうすると触れ合わないんだね。触れ合おうともしなかったから、謎の生命体に触りたくないっていう意識の方が、勝っているんでしょうね。こんなもんか。では海にも入りますかね。よいしょ。よいしょ。ビヨーン。ビヨーン。ビヨーン。なんかいるかな。見て。ほっ。なんかいるかな。よいしょ。ちょっとですね、触れるもの多い方とかはね、羨ましいですね。あそこどうやって行くんだろう。どうやって行くんだろうね。謎が多いわ。えいえい。あらら。あらららららら。あった。あっ。いや、目が覚めたんだ。なんだ、意外に丈夫じゃない。何回刺されたら死ぬとかないのかな。意外とあれですね、なんて言えばいいのかな。あ、おにぎり食べよ。2個、2個。よいしょ。なんかあるかな。なんか、でも、このやることなさない感じが、夏休みって感じがしますね。めちゃめちゃやることないじゃん。軽く虫取りするぐらいは、いた、よっしゃ。サトキモダラヒカ。画かな？うん、蝶かな？あら、ヨウお兄ちゃんどっか行ってらっしゃい。あ、いたいた。やっほー。こんにちは。おや、お客さんか。こんにちは。これ、夏休みのうちにもう一台打ち上げテストをする予定なんだ。これで成功したら、なんとか本番の3段ロケットにも目処がつくんだけどね。すごいね。ねえ、これって全部一人で組み立てたの？たけしに手伝ってもらったところもあるけど、まあ、ほとんど一人かな。ねえ、よお兄ちゃんはいつも一人で寂しくないの？もう慣れちゃったからね。昔、安子お姉ちゃんと仲が良かったんでしょ？でもそれって、10年ぐらい前の話だよ。確かにあっちが小学校に上がるまでは、毎日、二人で遊んでたけどね。今は？もう、全然だよ。だって、あっちが小学校に入ってから、一度も口聞いたことがないんだもん。そうなんだ。当時は寂しかったから、何度か家に行ったりしたんだけど、勇気がなくて入っていけなかったんだ。今もそうなの？そんなことないよ。じゃあ一緒に安子お姉ちゃん家に遊びに行こうよ。それはちょっと勇気がないんだ。もう腹立つな。よし、行くぞ。行ってやる。じゃあ晩ご飯の後で公園の入り口ね。逃げんなよ。お、あれ、楽しげなイベントが今日の晩ご飯の後ね。まあとにかく僕は行くと決めたら行くんだ。かわいい。
シャッシャッシャ。お兄ちゃんの大決心。今晩一緒に安子お兄ちゃん家に行くよ。いいね。男の子って感じがするね。そんなにそれに決心が必要なことなのみたいな気がするかもしれんけど、決心に必要な時があるんですよね。ボブ君が橋渡しになるんだよ。二人の中の仲人になるんだ。よいしょ。パッパッパー。再び気兼ねなくね、話せる仲にね、なるように取り繕ってあげなければならない。まあ、いや、魚釣りは、あ、船頭さん、あ、いなくなった。話そうと思ったのに。船頭さん消えた。目の前で話そうと思ったら消えた。あ、どうしたん？何しとん？今日はちょっと賑やかだけど、みんな集まってもこの人数じゃ野球もできないよ。お兄ちゃん、野球は味方だけじゃなくて相手のチームの人数もいるんだよ。島民合わせてやっとみんなで一チームって感じだね。取るよ。あれ、サイモンだ。あら、サイモン。やりまする。はい、チーズ。あしゃ、いっぱいいる。いっぱいいる。やっほー。うちのお母さん背が高いしかっこいいでしょ。うん、そうだね。かっこいい。お母さんのあっちの家族と一緒に住んでみたいな。翌日やね。ね、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。聞いたっけ？聞いてない。じゃあ今日は3ね。1、2、3。はい。入間の民宿2階、今だね。6はなんだ？夕方の診療所だな。あ、やっぱり。よし。じゃあ、こんにちは。うちの光と一つ違いなんだって？時々一緒に遊んであげてね。ねえ、お母さん、私、学校の先生に褒められたんだよ。なんで褒められたの？給食の牛乳、全部飲めるようになったんだ。それはすごいね。やったね、ひかり。でも飲めなくても悪い子じゃないのよ。うん、先生もそう言ってくれたけど、ひかり、いつの間にか飲めるようになったんだ。いい子やね。おや、ボク君登場。これでこの町の小学生が勢ぞろいね。イエーイ。勢ぞろいって言ってもたった4人だけど、でもまあ、なんて賑やかなんでしょう。普段もっと少ないもんね、いる人自体は。サイモンの写真楽しみだな。僕はさ、あのカメラを分解して中を見てみたいよ。うん、お、工学部かな。工学部かしら。よし、なんかあるかな。今ね、お腹鳴ったね。なんかもっと写真撮ってもらえないのかな、いろんなとこで。あんまり最後に出会わないんだよね。なんかイベントみたいなの
私何もしかしたらすっぽかしてるのかもしれないんだけど。なんか写真なんかあったら写真撮ってあげる的なことを何回か言われてた気がするんだけどね。撮ってもらえてないね。なんかいるかな。そういえば、キミノさんって、会えるのかな？おら、えい！行くぞー。キミノさん、ほったらかしなんだけど。最近。よいしょ。話進まないのかな？なんか、鍵は持ってた気がするんだけど。日常的にパンツを鍵の中に入れてやるはずだから、何かしら進展はあると思うんだけどね。あそこに使う鍵とかしないのかな。一回上がって空気を吸って、よいしょ、いないかな。あ、いないか。あ、いた。いた。君はこの船の鍵の話、誰かに聞いたことがある？ほら、ここの窓に鍵がかかってる。そうだよな。普通に考えれば、この鍵は船の中にある。船の横に穴が開いてるけど、でも小さい穴だから大人は入れない。うん。おーい。鍵。え？本当？僕はキミノさんに沈没船の鍵を渡した。よし、これで窓を開けることができるぞ。できそう。いや、見ておいで。じゃあ、鍵を開けるよ。キミノさんは僕が見つけた鍵を使って船の窓を開けた。すると、どうなるの？ほら、こうやって中の空気を抜くと天井まで水で満たされるんだ。ほう。これで船の中の奥の方まで泳いでいけるようになったはずだよ。なるほど。ああ、僕はそろそろエアーが少なくなってきたようだ。うん。今日のところは引き上げる。じゃあね。子供はエアなしだぞ。くれぐれも気をつけて潜るんだよ。無理はしないようにね。子供エアなしなんですけど。エアなしの子供に、子供の前でそれ言う？ちょっと一回、聞き換えてくれ。この子供エアなしで、同じとこまで行って、しかも会話までしてるんですけど。もっと頑張ろうとな。一回演技変える。水の中だと演技かけないからな。ピッチャー、ピッチャー。パッパッパ、牛乳が飲んで褒められたよ。牛乳なんて僕なんか他の人のを飲めるのに。嫌みたらしいな。沈没船の鍵を探し出せ。船の横に穴が入りそう。窓を開けたら船の中の空気が抜けて出てきたよ。おいで、船の奥まで行ける。
ね、みんな、リスナーは、なんちゃって、と、ズブーン。行ってみるか。まあ、ほら、ね。もし、息が続かなくなったとしても。あ、そっか。空気なくなったってことで、息続かないかもしれないのか。重要なことに気づいた。息が続かない可能性があるのか。そっか。穴どこだっけ。穴ちゃんと把握してから行こう。ここね。オッケー。だいぶね、初期から比べたら行けるから行ってみよう。溺れたらなんぼのもんじゃい。少し空気が残っているところ、息ができるかもしれない。あ、めっちゃ上。あ、さあ、行けなかったところまで一応行けてるね。おほーん。うわぁ。うわ、めっちゃ行ける。ここなーに？あ、ペカペカ光ってる。これ欲しい。やったー！双葉鈴木竜。これ上行ける？あ、上行ける。どこ？あれ、どうしたんだろう。ああ。どう。なんか勝手に曲がっていく。浮力が。どーん。ほほ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 。おお、勝手に上がっていく。上がれるとこできた。ここはどうやら海底から浮上したマストに、うん、流れ着いた板切れが絡みついてできたところらしい。陸地できた。なんかないのかな。なんもないな。フェニッキダバスキリュウ。マストが浮かんで、うわ、あ、すごいことに。次は上に上がって、偵察だ。で、この上にね。味方の上に上がったよ。記念すべき初上陸の一歩を踏む。あ、ここで置き釣りできるようになったみたいな話。してみるか。これ。うん。ここで釣りできるのいいね。サブゴンタイムですね。
で待っときましょう。何も来ない。来ないな。来ない。あ、来たか。来てはいた。よいしょ。いやー、見逃すね。ああ。なんで見逃すんですかね。ついた。やっとだ。いやあ、見逃された。やっと釣れた。やっと釣れた。沖で釣れるっていうメリットだけかな。何人まで乗れるんだろう、これ。遊びもするよね。釣り暇だもんね。どうもりみたいに魚影の前にポンって出すから釣れるとかじゃないもんね。釣れないかな。足りないな。魚買える、魚しない、餌買えるか。急め。なんかすごい、めちゃくちゃ取れるとかないのかな。ほんま6なの、6なの捕まんないんだよな。うん。静かだね。今な、いや、おめや。今何時。診療所行こう。よいしょ。夕方だ。行かないと。ザブーンザブーン。なんか世間ではお盆らしいですね。なんか全然そんな感じしなくて。みんなはちゃんと個人を持って過ごしておられますかね。よいしょ。こんな時ぐらいね、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。よいしょ。よいしょ。うおーん。ピチャピチャ。よいしょー。うらーっ。パッ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 パ
だ。ただせいの地球合力たたくんだ。飛べ飛べ、アンチブランゼル。よいしょ。アンビラキング。ねえ、お姉ちゃんは夏休みうちに帰らないの？え？こう見えてもちゃんと帰ってるんだよ。へえ、そうなんだ。そう、夏の今の時期は、うん、家に帰ってもいいことになってるの。この町、うん、海が近いし夕日が綺麗だし、ちょっといいところでしょ？うん、そうだね。私この町で生まれ育ったんだ。お盆だか。ころりよ、おころりよ、ぼやはよい子だ、ねんねしな。うん？そうなんだ。お盆だから帰ってこれるんだ。私もみんなみたいに海で泳いだり坂を走ったりしたいな。さっきの歌。え？さっきの歌上手だったよ。上手だったよ。どうもありがとう。そっか。さすがに失礼だからね。エリチはちゃんと部屋を出てくる。シーガーミシャク歌ったよ。でも動画の歌だった。あとは夜のヨウくんの、いけるかな、待ってるよ、夜だかなってやつをやるぐらいかな。船イベントはあれだけなのかな。時間は？来るぞ。備えろ。多分来るよ。多分来るはずなんだ。ここ来ないのか。ここ来ないのか。やったこっち行ったら来るよ。へへ、こんなとこにいたらない。もう飯の時間だ、帰るぜ。やっぱ6時に来るんだな。おじちゃんが来るまで時が止まってる。この世界。じゃあいただきます。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでし た。お坊さん明日だっけ？うん、朝一番で来るって。お坊さん？そうよ、お経をあげに来てもらうの。お墓に？いや、うちは仏壇。相良のうちはお墓に行ってあげてもらうけど。変なお坊さんなの、びっくりしないでね。そんな変なんだ。変なお坊さんが来るらしい。明日の朝が楽しみだ。びっくりしないでねって言われるなんてびっくりだね。さあ、よお兄ちゃん、行きますぜ。よお兄ちゃんが、よいしょ。おりゃー、覚悟しろよお兄ちゃん。まあこんな町だから、海とか山とかに行く以外だったらデイビー自由だろうね。お、来た。なんだ、逃げないでちゃんと来たんだ。なんで僕が。お兄ちゃんこそ用事もないのにちゃんと来てくれたんだね。
そりゃそうだよ、約束したんだもん。それにしてもこれじゃ僕がやすこちゃん家に肝試しに行くみたいだね。肝試し？最高。ここ昔は太い大黒柱があるような大きな家だったんだって。今はコンクリの家だけど、公園から見えるみかんの木だけは昔のまんまらしいよ。侵入。お姉ちゃんこんばんは。こんばんは、ぼくくん。あれ？今日はどうしたの？お兄ちゃん連れてきたよ。え、嘘、嘘じゃないもん。なんで、ぼくくんとは？ちょっとした知り合い。そうなの。今日はどうしたの？がどうしても連れて行くって言うから、僕やっぱり帰るよ。え、せっかく来たのに。そうだよ。いや帰る、ごめんなさい。あ、ちょっと待って。ういの、あのね、実は私陽君にお話ししたいことがあるの。もう何年も前からなんだけど。それって何？あのね。どうしたの？うん。何？今度昼間家に行くよ。お。すごい久しぶりだけど、その時話してあげる。おじさん元気かな？どうだろう。最近山から降りてこないんだ。もう50過ぎだっていうのに。あらら。大人になってから初めてやすこちゃんと口を聞いたよ。あら、大人だったってまだ高校生と中学生のくせに。そうだね。じゃあ先に帰るよ。あのね。何？ちょっと楽しかった。私も。じゃあね、おやすみ。うん、おやすみなさい。あれ、僕たち確か小さい頃にさよならの時に使う決まり文句があったと思うんだけど。え？もうわかんないよ。そうだね。じゃあおやすみ。うん、じゃあね。ただのいたずらっ子？それとも人心をかき乱す悪魔みたいな危ないやつ？なんだそりゃ。もうちょっと責任感じてよね。これは私にとって結構深刻に大事なことだったんだから。ふっふっふ、こういうきっかけでもないと話さないだろうに。話したら話して、何その感じ。よいしょ、よろしく言いなさいよ。ねえ、いきなり陽君が登場して私がどれくらい驚いたか想像つく？まあいっか。イエーイ。特に何やったわけじゃないけど、イエーイイエーイ。ん、中を取り持ったぞー。泣くうどだ。これ結婚式に呼ばれるね、これ。あの時、僕くんが。勝手に連れてきたことがきっかけでした。いやいやいや、つって。いやこれ微妙な空気になるの好きだよ。お風呂。うちのお風呂広くていいだろう。うん、それだけ。コミュ障か。私だったら喋んないけどね。
よいしょ。パッ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 パーン。晩酌してるでしょ。いっぱいいた。今日はいっぱいいた。でも、静江さん、サイモンは日本の情勢が世界一美しいと思ってます。これ、紙に誓ってもいいです。じゃあ、例えばあなたの祖国の女性たちと比べて、どっちが好き？求婚するならやっぱり自分の祖国の女性の方がいいでしょ？え？その質問困ったな。なんで？ちょっと分けありでね。サイモンたら、変な日本語ばっかりしてんのかな。あなた、小難しいな。本当は日本人なんでしょ？No. ねえ君、この変なカメラマンに妙なこと教わっちゃダメよ。なんで？面白すぎるから。うん、面白いのはわかる。面白いのはわかる。サイムにいじめられてます。助けてください。いいな。サイモンたら、もう静江さんと仲良しになっちゃったんだよ。いいバランスだな、ここの3人。サイモンにいじめられてます。助けてください。助けてください。ねえ君、この変なカメラマンに妙なこと教わっちゃダメよ。なんで？面白すぎるから。コミュ力高いんだな。この3人が面白すぎる。でーんと座ってて。おじいちゃん寝てんのかな、もう。あ、どうしたの、一人で。ねえ、世の中って不思議なことがいっぱいあると思うんだ。え、うん、例えば書き取りで同じ漢字を何十回も書いてるとさ、何？だんだん文字に見えなくなってこない？ゲシタルト崩壊してるね。だんだん、あ、でも今日のイベントほぼ終わったのでは。お風呂入ったらどこにいるんだろう。誰だっけ、わかんない。あ、いた。漫画読んでる。何を読んでるの？え、ちょっと怖い漫画だけど、学校の教室ごと地球全体が崩壊した未来へ飛ばされちゃう話なんだ。うん、何の話、何の漫画だろう。漫画は読まないから、なんか元にしたやつがあるんだろうなって思いながらわかんない。未来って本当にこんなに怖い世界なのかな。想像がつかないという意味合いでは怖いのではないでしょうか。でももうやることないよね。今日終わるか。ガッチャ。下宿先って気がしていいね。虫出しとか、どっからだっけ？この、どこからだ？この辺からじゃない？やってた。昨日やってないから。この辺からかな。よしよし。これやっとかないとさ、忘れそう。あ、間違えた。羽あり、羽ありやん。白ありなんだ。日本の国の隣さん、韓国なんだ。鳥とか虫とかね、結構飛んできて、戸渡りしてきますよね。
100匹取った半分取れたやっと半分取れた。ってことで日記書いて終わりますか。容疑者と安子姉ちゃんに行ったんだ。姉ちゃんびっくりだ。これから僕のこと人身を書き乱す悪魔みたいな危ないやつ呼んでくれ。ちゅうこって13日終わりたいと思います。お疲れ様でーす。ね、明日ね、14日も更新しますのでよろしくお願いいたします。ということで、おつひらわいちゃん、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 バイバーイ。ショー